これ撒くとあのそこにいる微生物が全部活性化するんです。でバランスをとってそこの汚れだとかあの臭い匂いなんかもあの全部分解していくんですけど、津山にもし来られることがあったらあのうち仮設トイレもあのわざと置いてるんですけど、これ撒いてるんであの全く匂わないですし、さっき言われてたようなあの金魚の水槽なんかも水替えしなくてもすごく綺麗な状態、それは全部微生物がやってくれてるんですね。で、あの元々地球にある力です。これがそれを今人間が全部壊しちゃってるので、こういう技術でちょっと戻してやる。で戻すとあの綺麗になりますので、で山が綺麗になれば川が綺麗になります。川が綺麗になれば海が綺麗になります。で海が綺麗になればまた山が綺麗になって、もっと綺麗なお水が人間に戻ってきます。その恩恵を全部我々がいただいてるんですね。